私の帽子をかぶって、はい、こんにちは皆さん、パニーのキャスです。アミゴ元気。今私はようやくクイーンズタウンの方に到着しました。久しぶりにこの帽子をかぶっています。こんにちは。クイーンズタウンは入った瞬間に、はこれぞ女王の住む家だという感じでびっくりしました。今はバックパッカーの方に、ちょっとこれじゃバックパッカーの方に移動してきたんですけど、そこから見る光景もすごい綺麗なので、いきますよ。3、2、1、ドンって見えますか、こんな感じ。ちょっとこう鳥の糞がついてるか気にしないでください。こんな感じですごい美しい景色、もっともっと綺麗なところもいっぱいあるんですけど、とりあえず今私が住んでるところはまあこんな景色ね。これまでのちょっと経緯を説明していきたいんですけど、ウェリントンからピクトンまで移動して、でそのピクトンからすぐにネルソンに移動したんですね。でネルソンにだいたい2時間半ぐらいかな暴走しまして、でネルソンの方に到着しましてですね、ネルソンの方で3日間過ごしました。でネルソンがものすごくおすすめなので、これからニュージーランドに行こうかなって思っている人は、私は語学学校はネルソンの方をおすすめします。理由はですね、結構ヨーロピアンの方が多いという情報を仕入れまして、オークランドはアジアとかラテン系の方がちょっとうるさいよ。ぜひ行ってみてください。じゃあネルソンの雰囲気をどうぞ。じゃあこれを投げてみます。プリーズプリーズプリーズ、絶対くれない。プリーズ、どけちない犬です。を見つけて喜んでいます。バイバーイという感じで、こちらがネルソンの雰囲気になります。ネルソンから次にホキティカというところに移動しました。だいたい4時間ぐらいかかりました。暴走しまして、ホキティカの方に着いたら、ホキティカっていうところどんなとこって感じですけど、ホキティカっていうのをだいたい説明すると、海沿いの老後行くとすごく天国まですぐ行けるだろうなみたいな、そういった街です。はい、すごい綺麗なんですけど、まあ物がない。まあでもすごい綺麗です。以上です。まあホキティカ見てください、どうぞ。名前をきちんと書いています。かすみジャパンっていう新しい肉の名前です。今からクッキングをしたいと思います。自炊を今からしたいと思います。こんな感じで外で作ってます。完成していました。ごめんなさい、 YouTube 見てたらいつの間にか完成していました。美味しそうなステーキ、ワンちゃんも食べたいみたいです。いい子だね。よし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 、食べるところを忘れてました。あ、見て、便利です。
って感じ。うまい。